こんにちは、柴戸です。今回はボスの GT1 とローランドのマイクロキューブを使っていくんですけれども、私シーバードはですね、音作りの時に使っているマル秘テクニックをですね、皆さんにお教えしたいと思います。マル秘ってほどマル秘じゃないかもしれませんが、音作りで煮詰まった時なんかにぜひ試してもらいたいです。何を使うかというと、ボスの GT1 の中に入っているチューブスクリーマーのモデリング、これをちょい足しすることで音がですね、すごくきらびやかになるので、ぜひ試していただきたいと思います。そのテクニックをですね、使用しながら、今回はラルク・アンシエルのハイドさんの音作り、ライブの時ハイドさんは数曲ギターを弾いておりまして、その時のですね、音を再現してほしいというリクエストがございましたので、それもやっていきたいと思います。今ですね、マイクロキューブの設定はこんな感じで、音はこういう状態になっております。何もかかっていません。でハイドさんはですね、ハニーという曲でギターを弾いておりまして、今回ね、それやってみたいと思います。こんな感じのストロークで、実際の音はですね、ミッドが効いていてすごくかっこいいです。ミッドの密度が非常に濃い感じがするんですよね。それをどうやって出していくかっていうところだと思います。使用するね、アンプは好みかもしれませんけれども、例えばこのクランチ系とかで鳴らしていく、押しますね。ちょっとなんか強いなという感じがしますね。ゲインを下げたらちょっと弱いですね。こんな感じのね、太さもいいと思います。あとはね、例えばこういったクリーン系とかにチューブスクリーマーを足していくというふうな方法もあるんですけれども、今回はですね、このあたりですね、マーシャルあたりでいきたいなと思います。これが一番いい感じですね。ちゃんとしっかりジャキッともしてますし、もうちょっとミッドが欲しいなというふうな感じですね。でもミッドを足すと、やっぱりね、ちょっとモコーっというかね、薄くなるんですよ、影がというか輪郭が。こっちの方がやっぱ輪郭があるじゃないですか。ちょっとね、上げるとボコボコボコっとなるんですよね。ここで先ほどお伝えしたチューブスクリーマーの出番になります。ポチッと、こちらチューブスクリーマーなんですけれども、そのまま使うと、ちょっとね、やっぱりジャカジャカ系というよりはね、完全に歪んでしまったという風な感じなので、これをね、低くするんですが、なんとドライブをゼロにします。どうですか、この膨らみ方。これをね、もうちょっとアンプのゲインを下げましょう。30ぐらいにしてチューブスクリーマーをオンにすると、いいですね。このミッドのふくよかさと
マーシャルのジャキット感がしっかりと出てマッチしているという感じです。マーシャル1の方にしてみましょうかね。あ、こっちでもいいです。これはね、もうちょっと原因を上げた方がいいですね。これはね、お好みかな。お好みなところではありますが、個人的にはね、こっちの方が好きかな。うん、ちゃんとね、ミッドが太くなってます。もうちょっとね、ジャキッとしてもいいかなと。というふうな感じですかね。ぜひですね、このチューブスクリームをゲインゼロで使ってみるというふうなことを試していただきたいと思います。今回は、まあ、クランチ系で試してみたんですけれども、ハイゲイン系でもですね、全然面白い音になりますよ。というふうな感じで、ベーシックな音はこういう状態で、で最後にリバーブですね、リバーブを足しましょう。これはね、軽めでいいです。ちょっとライブ感を出すというかですね。いつもね、僕はスプリングにしております。もうちょっと抑えて。いいですね。ドライブ感をね、もうちょっと抑えてもいいかなというふうな感じもしますね。いいですね。この通り、チューブスクリームをドライブゼロ。すべてフラット状態ですね。こういった使い方、ぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。